はい、ということで皆さんこんばんは、リージョーです。今回はですね、ミスターナイトメアズスクールかっこスケアリー OB やっていきたいかなと思います。近所の新しく改装された学校での初日でナイトメア氏のクラスに入れられました。残念ながら今日のクラスはアルゲブラです。なになに、アルゲブラって逃げる時が来た。しかしミスターナイトメアが目を光らせているとそう簡単にはいきません。ミスターナイトメアっていう人の教室にぶち込まれたらしい。全然先生じゃないよね。だって刃物持ってるよこれ、怖くない？かわいい。どこが先生、大体こんなもん。それはそれで問題発言やな、おくん。はい、ということなんで、まあ学校系の脱出やってきてるんですけど、今回はこれをやります。で、なんかすごいですよ皆さん、あの動画班と撮影前盛り上がったんですけど、みんな小学校の時九九の段まで習うやん。ここはあれらしいね、12の段まで習うらしい。学校基本九九の段までやもんね。不登校2人いるやんって。鈴カステラちゃん掛け算できる？大丈夫？いける？本当？じゃあ 9×8 3でしょ？ってダメだわ。天月、見せてやれ。7×8。ふ。いや、それ、鈴カステラちゃんがいつも言うことや。0。論外だよ、マジで。受験生大丈夫か、本当に。はい、皆さん、じゃあ、脱出していきましょう。皆さん、掛け算できますか？はい、ということで、じゃあ、逃げていくよ、これ。こいつから逃げていかないといけないみたいなんで、まあ、なるべく捕まらないように、ドングレス目指しましょう。ノーブリーゾーンか。ブリーっていじめるとかだっけ？いじめちゃダメなエリアですよ、つってる。扉見て、扉、これ。ほら、もう血塗られてるもん、これ。絶対ミスターナイトメア先生に殺されてるでしょ。ナイトメア先生に絶対やられてるからね、これ。逃げることは許されないみたいだな。うん、鈴カステラちゃん？なんか飛んでったね。なんやろ。ん？ Where do you think you are going, リリチオ？リリチオ、お前、どこに行こうと してるんだ？早く授業に戻らないといけないじゃん。待って待って待って、いきなり来た、いきなり来た、いきなり来た。結構速いね、速度的にはね。そっち？こっちじゃないの？やばいね、いるね。待って、逃げよう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 。意外に足が速い。足速い、足速い、こいつ。待って、これ見づれえな。これレベル1からこれなんや。こっちじゃない？へぇーい。ちょっと動画班待つか、これ。いけたけど、多分ここ降りたらいいんやろうね。消えないんだけど、ずっと追いかけてくるぞ、これ。なにこれ、降りても大丈夫ってこと？ほんと？学服、すみません、お母さんに怒られてるのでまた後で入ります。なんで怒られてんの、学服くん。おい、みんな、学服に怒られてるらしいよ。先生に怒られてるんじゃなくて、今お母さんに怒られて抜けたんだって。なんで怒られたの、なんで怒られてんの、意味が分かんないんだけど。モデレーターの学服くん怒られてるんですけど、まあまあ気にせず行きましょうか。学服くんって可愛すぎる、確かにね。え、みんなどこに行った？あ、全員いるんだね。じゃあみんなここで待機で、ちょっと OK、 行けました。これ買ってっつってるぞ。900ロバックスぐらいしたよ、今。70% オフだって。課金欲張りセット。確かにね、めちゃめちゃ欲張ってるよね。大丈夫なんかな？じゃあ、このエリア行きましょうか、じゃあ。はい、大丈夫？みんな来れる？よし、行こう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 。なんかあれだね、レベル1からさ、アニメーションとかもしっかりしてたから、クオリティは高いんやろうね。ほら、こんな感じでリセットもできるっぽいから、運ぶパターンか。これ多分あれだよな。こんな感じで置いてくだけ？待ってね。うん、あれあれ、ちょっと待って、なんか思ってたのと違うんだけど、俺。羽ばたいたよ。これ大丈夫だった？これ。俺間違えてるよね、これね。みんなありがとう。そうだね。みんなが押してくれたんや、なんか。いいね。よし、動画班頑張ってきて。これあげるから、じゃあ、ほら。どうぞ。これあげるから。えへん！これだね、グソグ虫。偉い。未だにスイカつけてるんよ。これスイカなくしていいんじゃない？これサムネ撮るとき邪魔なんだけど。スイカ。あの、ホットドッグさん。ホットドッグ。あー、ナイスナイス。全員来たね。よし、行こう。さあ、これでね、次のレベル行きましょう。18レベルで、あ、もうステージ4だって。この段階で4らしいわ。1ステージ、1ステージ短いんやな。ナオくん？ナオくん何しようとしてんの？もう買おうとしてんの？これいくらすんの？500ロバックスするよ、ナオくん。空飛びたい。タケコプターする？これ。はい、楽勝と。多分これすぐクリアできそうな気がするけど、どう？今回早いかな？めっちゃ早くクリアできそう。はい、オッケー。はい、皆さん、6ステージ目行きました。今、これ3分の1ですね。で、これは多分この先のパワーを押せばいいの？これ持ってたりはしないよね。でもなんかあるぞ、ほら。スマイルだっけ？あの、ほら、都市伝説スマイルのマップにあるやつなんやけど。じゃ、パワーを押します。パワーいやーで、それ芸人、それ芸人。これもうバンバがクリアするぞ。さ、上に上がります。これもう学校から脱出したんじゃないの？学校行きます、地下用水路入ります、外に出ますっていう。違うね。It's still here. それはまだここにいるみたいな感じかな。車これ車使ったらすぐ逃げれるやろ、これ。ダメだ。バグって無理だ。絶対襲ってくるやつやん。ん？
たわ。また別のやつが来てる。ほら下半身なくなってるけどね、上半身どこ行ったんや。待って、これ普通に足速いこいつ。ほら多分これ早く動かんと無理やな。これもう最初からずっと走った方がいいわ。左はみんななんか右の方行ったけど、左は行き止まりなの。やばいね、来てるね。あ、一応なんか矢印あるやん。こっち通り行けばいいんちゃうのこれ。今9ステージ目ですね。これ終われば10ステージ目か。こっち、はい、楽勝。オッケー、閉じた。で、このトラップ地帯を進んでいくわけやな。うん、よいしょ、よいしょと。うん、煽るな、煽るな。間違えただけだよ。甘月。ダメだね、甘月。俺と甘月下手くそちゃう。あ、なおくんだった。ごめん。なおくんだったわ。甘月じゃなかった。あ、おめえもか。甘月がね、最近またロブロックスにハマってるらしいよ。うちの動画班って全然遊ばないじゃん、普段。最近ブロフルにハマってるんでしょ？ブロックスフルーツ。一回だけ実況したんだけどね、うちのチャンネルで。おもろいんや。動画班みんなでブロフルのシリーズ化するか。一本の動画で一つの島攻略ぐらいまでやって、まあ、大体動画、まあシリーズ2、30ぐらい。3本投稿にして、そのうちの1本ブロフル。ブロフル毎日投稿しよう、甘月。甘月は絶対毎日参加。いいね。甘月お前スプラ持ってないからってロブロをやるなんて言い方だろ、お前。お前言い方が悪すぎるやろ、お前。なんなの、お前。スプラトゥーン持ってればロブロやらなくていいよね、みたいな。お前、むちゃくちゃ、お前、ロブロの侮辱やぞ、お前。あいつぶち殺す、お前。ロブロファンに謝れ。やられてるけどね。はい、頑張って。はい、ジャンプ。はい、ナイス、オッケー。行こう。まあ、多分ね、そろそろ終わりだと思いますね、これ。これなんかほら、血があるのすごいよな。これ誰かやられてるってことやもんな。うわ、書いてるぞ、ほら。Help。助けてくれ。Leave。ここから去りたいと。This is crazy。こいつはおかしいよと。全員来れる？ナイスと。やられてるけどね、ホットドッグ言うとさ、ほら。生首みたいになってるから。Teachers only。あー、職員室ってことかな？はい、まあ、らしいんですけど、まあまあ、端から行ったらええんじゃん、こんな感じで、ほら。もうか、壁沿いに、壁越しに行けば行けるくない？ほら。うん、そんなことはないですね。はい、こんな感じで進んでいきます。ここで、こっち。はい、オッケー。よし、いけた。降りるぞ、みんな。降りて、うわ、ジムだって、体育館だ。でも、18ステージまであるらしいから、まだやね。まだ行くぞ。ファインドザ3ボタンだって。3つのボタンを、ちょっと待って。落とするわ。マジか！ 2 体来てるんだけど、みんな。ちょっと待って、2体いるよ、こいつら。ちょっとやばくない ?2 体は。リリチオ遅いんだけど、いや、ちょっと待って、これ3つのボタン探さんでいかんぞ。あったあった、こういうのやね。これ、何ボタンで押すのこれ、こうか。はい。1個目。よしよしよ。あ、ここや、ここや、ここや。はい、2個目。あと1個。あった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 。これで開かれるんかな？よし、OK。はい、OK。逃げれました。うわー、ここおなじみやね。多分足が速くなるやつでしょ、これ。ほら、足が速くなるやつや。ちょっと動画班待つか。これ無理だって。終わった？終わった？おー、ナイス。ん？あれ？ホットドッグは？はぁ、もう一回最初からだって。もう行こう。言うとダメだ。はい、ここでホットドッグは脱落です。いつもよりは難しくないはずなんだけどな。そんなに難易度高くないぞ、ここ。よいしょ、よいしょ。はい、OK、完璧。はい、これで足が遅くなりました。今14レベルだから、これ多分落ちるんちゃう？あら、そういうことやね。うまっ！もうここね、もう変に行かん方がいい。はい、レンジャンと。レンジャンで行きますと。うわー、これなんかボスっぽいなー。お、ユート来た。絶対ボス戦じゃん。なんか見えるもん、これ。よし、じゃあ戦うか。行くぞ。じゃあ行きまーす。はい。何これ？何があんの？あ、ランチャー持ってんだけど。はい、戦うよ、じゃあ。よいしょ、よいしょ。え、これ、食らわなくない？どういう攻撃してんの、こいつ。多分これさ、頭じゃないと効かんのちゃう？これ、どこなら通用すんの、みんな。食らってなくない？あ、食らってるか、食らってるか。はい、ビームは避けて。難しくないです、難しくないです、全然。よし、もういけるかな？はい、オッケー！撃破！あれ？ 16 レベル？で、今17か。これで終わりなんかな？じゃあ。これ終わりだよね。なんかみんな、なんかやばいことになってる。ほら。なんかアクロバティックなんだけど、めちゃめちゃこのバス。普通に運転してください。これ無理ですよ。ウィリーしてるね、なんかね。普通に運転してもらっていいっすか？あ、オッケー、出れました。これ絶対交通事故やん、これ。これクリアですかね？じゃあ。時間的にちょっと少ないと思うんで、もう一本ですね。もう一本脱出マップ取ってるんで、これからそのもう一個の脱出マップも、まあ、流そうかなと思います。え、クロちゃん、この前のゲーム撮影いた？
ゲームからの脱出ってやついたっけ？見覚えがないだって。あ、じゃあ、クロちゃん出てきません。残念、視聴者さん。はい、ということで皆さんこんばんは、リーチョーです。今回ですね、エスケープザビデオゲームワールドっていうマップで遊んでいきたいかなと思います。ビデオゲームからの脱出ですね。テレビの中にいきなり入り込むみたいな感じで入ってしまいました。このね、ビデオゲームから脱出するには、このゲームを攻略するしかないと。だけど、まあ、死んだら終わりだろうね。いいか、グソクムシ。死んだら終わり。グソクムシは不滅。だから話聞いてたか、そういう問題じゃないんだぞ。何なのこれ。なんでスキン変えたの。どうしたのこのスキン。ナオと俺の愛の結晶です。で、背中もナオくんなんよ。で、浜月は青色と。なんか気持ち悪いなぁ。なんとも言えない感情。それが恋じゃよ。人生のパートナーとして、二人歩んでいけ。今いい音楽流れてるよ。おめでとうって。不安でしかない。なんでだ。はい、ということで、じゃあ皆さん脱出していきましょうか。ビデオゲーム、これどういうゲーム、アドベンチャーゲームかなんかに入ったんですかね。じゃあ、あ、入れない。何？こんにちは、リリチオ。村に入ろうとしているのはわかるんだが、今は不可能なんだよ。ゲートを開ける外のレバーがなくなってるんだ。村に入ることはできるが、レバーの場所を見つけるのを手伝ってくれないか。レバーは宝箱の中にある小さな家の中にあるかもしれない。それがあればゲートを開くことが可能ですよ、という感じでですね、とりあえずこの家だね、ここの中に入って鍵を探せと。このぐらい探せよ、確かにね。なあ、ラドン。ああ、もしかしてこれ、ほら、騎士団長みたいなか、団長。ほら、みんないいか、このゲームの団長やぞ。ほら、殴るな、お前、こら。お疲れ様。団長、今から探してくるんで、レバー。これを使うんだよ。いいな。この斧を使って、なんかこうね、左腕なんかおかしくなって、大丈夫か、これ。ギュッてなってるけどね。ここで今から開けていきましょう、じゃあ。ほらーって、はい、入っていくよ、じゃあ。よし、行くぞ、じゃあ、みんな。はい、ここを行かないといけないんですね。チェックポイントということで。はい、なんでレバーがこんなところにあるのかもわかんないんだけど、レバーを探すために、ここかな？はい、宝開けた。何？あ、You got a lever。はい、レバーゲッチュー。じゃあ、このレバーをここに使うことによって、はい、村の中に入ることができましたよという感じですね。ここから、ちゃんと働け。すいません、団長。じゃあ、団長が探してくれればいいのにね。はい、行くよ、じゃあ団長、団長行くよ、じゃあ、ついてきて。はい、OK、楽勝。これで多分上に上がれるんですかね。よし、戻ろう、戻ろう、戻ろう。レバーを見つけたので、これで脱出可能ということで、じゃあ村の中に入っていくか。これから何が起こるんだろうね。置くよ、レバー。あれ、行ける、レバー。はい。行方不明のレバーを手に入れてくれた。これでゲートを開けることができるよ。よし、ジョン、レバーを引いてやれ。はい、団長。よいしょ。はい、これで開きましたね。オッケー。え、次何すんのこれ、こっから。あ、鍵かなんかがあるね。見つけんといかんのかな。鍵がないと先には行けませんよ、と。で、これは？これ何これ？もうトランポリンで、これは開けれるんちゃう？何？ユーゴットはネックレス。ネックレスを見つけましたと。何使うんだ？はい、じゃあネックレスを拾って、ここに行けばいいのかな、じゃあ。鍵屋さん行こうか。タワーキーのネックレスを持っているかい？持ってるよね。お、はい。あ、ネックレスと交換で鍵をゲットできるんだ。なるほどね。ET みたい。友達。今時の JK これやってるから。僕たち、KP。うん、乾杯ではないよね。ずっとも。そうだね。僕たちずっともだよ。一生一生にいてくれや。あ、まつけ。はい、鍵を使って開けまする、と。これで先に行けるね。よし、行こう。はい、これ赤のところに当たらなかったらいいんで、OK と。え、今回めっちゃ早く脱出できるかもしれんで。最短脱出いけるかもね。はい、次着きました。ここ。これは多分踏んだらダメのところでしょ？これ、ここ進むだけ？本当？え、終わり？もしかして。なんだこれ。多分みんなでレースするんちゃうんかな？うん、めっちゃぐちゃぐちゃな運転してるけどね。大丈夫かな？じゃあ俺も行くか。さあ、始まりました。マリオカートでございます。3、2、1。レッツゴー！ブンブン。これ動画班にも勝ちたいね、これ。3周しないといけないらしいんで、頑張っていきましょう。リリオカート行きましょう。動画班よりも先に行けばよかった。はい、ジャンプで。これ何これ？あ、これ加速だ。キノコみたいな感じやろうね。このさ、上の方もなんか行けそうだったね、今ね。ほら、上。ショートカット多分できるんちゃうんかな。あ、松木さん？あ、松木さん。ミスってますよ、松木さん。はい、はい、はい。よし、ジャンプと。ラップ2とラップ3で変わりそうやな。なんだ？なんで動画班止まってんだ？あ、ムービー入ったね。はい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 。なんか落ちてくるってことね。2周目で多分ほらコースが変わるようになっとるんや。
はい、2周目でコース変わったんで、じゃあジャンプやね。ジャンプ、ジャンプと。あとこれ当たっちゃダメ、当たっちゃダメ、これ絶対当たっちゃダメ。はい、オッケー、オッケーって。さあ、2つ目はね、レースの世界ということでですね。まあ一応圧倒的の1位でフィニッシュじゃない？はい、これで、はい、フィニッシュと。はい、楽勝。あ、これ脱出できる？勝者をロード中。え、これ脱出できるんちゃう？エラー、え？何？これ、どういうこと？うわぁ、まだか。これ次のゲームだ。一応レースゲームでは勝ったんだけど、次のゲームやってくださいっつってるわ。行こうか。1個目がアドベンチャーゲームで、うわ、ザ、ん？ジ・ウ・オービー。はい、来ましたね。次は OB ゲームということで、アスレチックゲームだね。まさにマリオみたいなゲームだ。まだその OB 自体そんなむずなくない？これノーミスで行くぞ、ノーミスで。全員ノーミスな。ミスったらもう終了と思え。命は皆さん無限じゃありません。ゲームだとさ、命は無、これはボタン押すんかな。はい、押した。ボタンを押すとこれが出てくるから、はい、超えていきますよと。まあ、ここら辺はまあ全然そんな無理はないですね。はい、ここ行きます。はい、レゴ超えて、はい、ジャンプと。ジャンプをすることで上に行けるというわけだね。能力はだいぶついてきてる気がするけどね。はい、ここで降りていきますよと。 OK、 完璧で、次は何これ。はいはい、次のゲームね。4つ目、何これ。これもまた、まあ、一応 OB っちゃ OB なんやけど、まあ、一応横スクロールみたいな感じやね。ほら、あと 2D っぽい感じでいくわ。 2D ゲームという体でいきますね。じゃあ、はい、ここで OK。 はい、 OKOK。 はい、もうノンストップでいきますよ。ノンストップで、え、これ何。あ、こうか。こうでこっちやな。よし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 。え、落ちてったよ、動画班。そういうことか。はい、下降りました。下に降りて、ここ当たっちゃダメ？あー、なるほどね。当たったらこれ出てくるんや。じゃあこれ当たらんようにした方がいいね。これデス数は出ないんだな。これデス数出てれば面白かったのにな。誰が一番やられたのかみたいなね。上がろう。うん、どうやって上がったこれ。なんか宙に浮いてるね。さあ、来たぞ。謎のボタン、レバーを押します。で、下に下がっていく。あ、これでここになるんや。ほら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 。入っていくぞ、じゃあこの中。そろそろ終わりなんちゃうんかな。もう20レベルやぜ。だいたい平均20ぐらいで終わるようになっとるから。これ何。うわ、来てる来てる来てる。どうすんのこれ。 C？ なやこれ。どういうことや。なやこれ。何のゲームやこれ。あ、来た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 。はい、しゃがんでいきますよと。なんかこううまく走ってこう行けってことね。じゃあせっかくだから後ろから行くか。ほら、追ってる方が面白いでしょ。この画面の方が面白くない。はい、ターザンスタイルで、はい、行きますと。はい、完璧で。斧を3つ見つけろってことか。斧を見つけて3回叩けってことなのかな。よいしょ。で、こっち行くね、じゃあ。はい、また斧ゲッチュ。オッケー、壊した。うわー、これボスっぽいな、次。ボスなんちゃう？俺の宝箱何も入ってないんですけど。ラドンがちゃんと撮影来なかったら、もう全員やらせない、今日は。いいか？気合い入れろよ、ラドン。これ学校とかでやる連帯責任だから。みんな、ちゃんやろ。ちゃんとの戸が抜けてるあたりね。お前やって。集中していきますね、みんな。はい、オッケー、いけた。クゾクムシ、クゾクムシ、クゾクムシ、いいか？死んだら終わりやぞ。クゾクムシ！幻覚じゃないんですか？いや、明らかに死んでたからね。そう、スイッチ売却案件やからね。気をつけていきましょう、じゃあ。これはあれだね。穴落ちんければいいやね。穴落ちなければオッケー。なんか、いつもやってるやつよりは、全然って感じやな。はい、オッケー。で、テレポートかな？これ出れるんちゃう？そろそろ。お、出れた？まだや。まだ終わらん、これ。何、次は。はい、チェックポイントで、はい、車に当たらないように行きますよと。で、てるきくん？ん？これどういうこと？もしかして。え、これ終わり？これ。なんだこれやって。え、これ終わり？もしかして。まだだよね。終わりらしいですね。なんかちょっと物足りなかったね。あ、皆さん、また別日撮ってると思うんですけど、別の OB、別の脱出マップ持っても挟んでると思うんで、皆さんそっちの方も見てください。じゃあ次のマップやります。多分これだけじゃ終わらないです、多分。